リベラルアーツの個人主義革命家横野正史の研究を見ていきましょう。個人の探求心から追求される他分野の勉強とその報告が多くあり、中卒かっこ事実上の小卒、無職、ニート、引きこもりかっこ仮、童貞、ハゲという社会的または物理的な要素を持つ個人が出るほど多くの学問及び芸術をその意思のみで修学できるかご覧になってください。一見承認欲求に効けるものでしょうが、スローな方法で堅実な成長を望む気概が見て取れるに違いありません。スローな方法での成長とは結果がスローというものではありません。これは全身主義を指すので、急な痩せ方でリバウンドするダイエットや計画的すぎて対外的になる経済教育などを反面教師とします。本人の意思に基づくというスローな方法ではある種の躍動感を持ちつつも理性の防御を備えるので、悪い結果に陥るリスクを減らし持続可能な成長が期待できます。2018年9月27日の動画説明文で、為政者は為政者、宗教家は宗教家、労働者は労働者における、引きこもりは引きこもりにおける真面目なまっすぐとした生き方や自負心がありますと私は記しましたが、個人は個人なのでその自覚に基づく目的性が何かを自由に考えて行動すればそれで良いわけです。だからこそ、いわゆる犯罪者に犯罪行為を推奨するつもりで私はいません。暗く思い合わせて本当の平和が何かを思って行動し、短期的な目標を積み重ねてもそうでなくても長期的な目標の実現に向かう必要があります。政治上学的にナンセンスな話になりそうなので思います。5年以上前から私が言うことで、中道が重要です。外で迷惑をかける外出を多く行う生活保護受給者の A さん、特に男性の生活保護者にされている子に言われて暴れたくないです。とりあえずアムットつけといて、あと FBI に送っといて、暴力振るったから主催者なんですよ。道徳を心がけることはないぞ。地形の人権数に実家で10万人高いそう。これが脳神経外科に関係する副作用の強い水の実験だったら20万単位、実家でも単位で40万、50万ぐらいに高いお金になるよね。だからこれだとお金かかりすぎるからね、こういうお金、国のそういう相手さんもその写真を消してくれはったら、どうも守ろうじゃないの、聞いてないから守ろうよ、聞いてないから。税金を使いすぎる障害者をまだと暴れさせたり、うわーって、ね、テレビとかで自分が幸せな障害者とかね、1000円とかやってても、やっぱり負担になるから人数を削減しようとして、結局いろいろなやり方で生活コストとかも自殺せられるような状況に追い込まれていくでは、ね、だから国の負担ってもう思われた時点でもこういう行政側にカットが入る。札幌市やってたの京都アクアリウム、そしてもう何回も何回も言ってることもそうだろうって普通の人には証明できないけども、これがね、神社本庁の神様いるよって信じてる人間にはまあ証明できるのよ。小さな頃から厚岸神社、小さな頃から厚岸神社でね、ごめんなさいっていう風に病気で生まれてごめんなさいって、自分を助けてじゃなくて、どうかおか外で迷惑をかける外出を多く行う生活保護受給者の A さんなど、いろいろな人が世の中にいます。私は先ほどの社会的または物理的な要素を持つ以外には誰からも感謝されない無賃労働者という立場でもあり、今後も金銭を受けずに活動を続けることが期間の終端を見られずに予想されます。
ニートの記号論、記号学で社会正義の程度を判別するという名で、2020年3月6日に公開された文章に私は、日本語を乱すことは精神的日本国を乱すことに等しく、ニートの名称の悪用者は国土エラン者と判断されており、私自身も様々な感性を伴うが、ニートを名乗ることが必要な社会的議論を奪い取るという問題意識から名乗る行為の再考をしよう。在宅無収入かつ学問や芸術や倫理に関する社会的な活動を行う私の代替表現があるとすれば、最近日本で話題の無給医の問題が想起されるし、同時に中国の新型コロナウイルスの感染症肺炎に関して初期の情報発信を行った医師の一人が自身もまたその肺炎で亡くなったことが連想される。よって在宅の無給医がその代替表現に適しているのではないかと私は思う。これも不適格か。繰り返す。2020年3月6日に公開された文章であると記しています。良心的に金銭の保証を拒否していると横野正史を他人が見ることで、横野正史は孤独と貧困の自由を行う象徴として祭り上げられましょう。私は無賃労働万歳とも思いたくなります。とはいえ他人から無償の依頼を受け付けるということもありませんし、依頼する他人もいないことが今までの経緯です。